ジャン・カスーは、フランスの作家、美術評論家、スペイン文学研究者、翻訳家、体読レジスタンス活動家。フランス国立近代美術館主任学芸員、高等研究実習院研究主任、ハン・ファシズムの文芸師、ユーロープ編集長、フランス共和国臨時政府家のトゥールーズ共和国委員、などを歴任した。レジオンドヌール勲章 イタリア共和国功労勲章のほか、戦時の功績に対する、クロワドゲール勲章、レジスタンス勲章、美術行政における貢献に対する芸術文化、勲章、教育功労賞など多くの賞、勲章を受けた。ジャン・カスーは1897年7月9日、ジャン・ラファエル・レオポルド・カスーとして、スペインのデウストに生まれた。父・レオポルド・カスは、ベアルン出身のフランス人、 母ミラグロス・イバニエス・パチェコは、アンダルシア出身のスペイン人である。レオポルドは、工学、技術系の高等教育機関、エコール・サントラル・パリを卒業し、アンダルシアの港湾都市カディスの造船所に勤務している、時に、ミラグロスと出会って結婚した。ビルバオ転勤後に、ジャンが生まれ、この4ヶ月後に、フランスに戻り、フランス北部のサン・イコール・カンタンの上流所に勤務した。 一家は、その後パリに越したが、父、レオポルドの病気のため経済的な困難に陥った。父はジャンが16歳の時に死去した。過数はフランス語、スペイン語のバイリンガルの環境で育ち、母を通じてスペイン伝統文化に親しんだ。父が死去すると家計を助けるために仕事を転々とし、やがて文芸師、メルキュールドフランスの事務員として採用された。 仕事のカターラ学業を続け、1917年にバカロレアを取得。ソルボンヌ大学に入学し、スペイン語を専攻した。在学中にジョルジュ・ピーモン、アンドレ・ビュールムセルと文類し、スカラベ及び後続し、パリ文学を創刊した。1919年には、象徴主義の詩人ピエール・ルイズの秘書を務めた。文学と美術に関心を深め、1920年に、 初めて文芸誌、文学生活10月号に、キュビスムと、歌という記事を発表。1921年から、メルキュールド・フランス誌の、スペイン文学コラムを担当した。26歳で試験に合格して、公共育省の文案起草者として働く傍ら、精神のアナキストを自称し、パリ文学界で活躍した。アントニオ・マチャードラのスペイン文学運動、十八年世代、 をはじめとするスペイン文学に関心が深かったカスにとって、1923年に、ミゲル・プリモデ・リベラ独裁政権が成立し、翌年、これを批判した作家ミゲル・デ・ウナムーノが政治犯として、フエルテ・ベントラ島に追放されたことは、大きな衝撃であり、文学と政治、歴史との関係を考える、最初の機会となった。ウナムーノを、精神的な父として慕う、彼は、 メルキュールド・フランス市場で、フランス知識人に、ウナムーノ追放への抗議運動を呼びかけた。同年、ウナムーノはフランスに亡命し、同じフランス亡命者、移住者のピカソ、モディリアーニ、シャガールらと親交を深めた。ウナムーノと、特に親しかったカスーは、彼の著書、キリスト教の苦悶三つの模範小説と女の不都合を、出版した。1925年、 哲学者、ウラジミール・ジャンケレビッチの姉で、パリ国立高等音楽院、ピアノ部門を主席で卒業したイーダ・ジャンケレビッチに出会って結婚。彼女を介して多くの音楽家に出会い、とりわけ新古典主義音楽に親しんだ。小説家、評論家のエドモンジャルーの紹介により、1925年に、最初の小説、狂気雷さん、翌26年に、黄昏のウィーンを発表。 これを機に、欧州評論、パリ評論、新フランス評論、ジュネーブ評論、週刊評論、週刊評論などに寄稿するようになり、バルチュスの母で、ライナーマリア・リルケの最後の恋人、ナタリー・クリフォード・バーネーのサロンに出入りし、シャガール、レオポルド・シュルバージュ、ジョゼフ・シュマラのモンパルナスの画家と出会った。1927年から6年にわたって、ラルース出版社発行の 文学新報の詩のコラムを担当し、1935年にこの記事をまとめて詩のためにとして出版した。また、1932年には作家と社会の対立関係を論じたトルストイの偉大さと地辱を表している。過数はスペイン共和国を支持した。偶然にも王政が廃止された1931年4月14日に、 マドリッドで27年世代の詩人ペドロ・サリナスに出会ったことをきっかけに、スペイン黄金世紀のセルバンテスから、同時代のアントニオ・マチャード、ラモン・ゴメス・デラ・セルナ、サリナス、キューバの詩人、ニコラス・ギジェンなど、スペイン文学の紹介に努め、スペイン現代文学概論、フェリペ・ニセイの生涯、セルバンテスなどを表した。また、スペイン美術にも造形を深め、 エルグレコやピカソに関する著書を発表した。1933年1月30日にヒトラー内閣が成立すると、革命作家、芸術家協会の機関誌、赤紙にヒトラーの人種主義に抗議する記事を掲載し、作家のピエール・モランジュが、全哨誌に掲載した反ファシズム調査に協力した。また、1934年2月6日の危機の直後、 反ファシズム知識人監視委員会の集会を開くなど、カスーは全世界における脅威の急激な高まりに気づいていた知識人の一人であった。1935年10月にムッソリーニがエチオピアに侵攻すると、これを支持する極右アクション、フランセーズのアンリマシスが西欧の擁護宣言を発表。多くの右派、極右知識人が名を連ねていた。これに対してカスウラの 反ファシズム知識人は、サハの新聞、ルーブルに、同宣言に対する抗議声明を発表した。過数は、さらに革命作家、芸術家協会の機関紙、コミューンに、我らもう一つのネグロイドと題する記事を発表し、白人右派のナショナリズムファシズムを激しく批判。翌1936年に、反ファシズムを掲げて結成された人民戦線に参加し、 共産党系の雑誌、新聞、金曜、コミューン、世界などに記事を多数掲載した。1936年にパリコミューンを扱った社会小説、パリの虐殺、ついで2月革命の精神誌、1848年を発表した。とりわけ、1939年出版の小説、大軍は集団主義を批判し、 全体主義の台頭に継承を鳴らす作品である。1936年4月、ルイ・アラゴン、ロマンド・ラン、ジャン・リシャール・ブロックの推薦を受け、ジャン・ゲーノの公認として、反ファシズム、共産党系の文芸誌、ユーロープ誌の編集長に就任。ジジランを担当し、知識人にファシズムとの戦いを呼びかけた。スペイン共和派の熱心な支持者であった、彼は、同年、 アンドレ・マルロー、劇作家のアンリルネル・ノルマンと共に、スペイン知識人への支援を呼びかけ、1936年7月に、フランコがクーデターを起こすと、私に死して、数週間滞在し、第二共和制首相、マヌエル・アサーニャほかスペインの友人に会い、帰国後、フランス政府に、スペイン共和制への支援を訴えた。だが、ブルム人民戦線内閣は、スペイン内戦への介入をめぐる、 内部対立を収集することができなくなっていた。内戦介入を支持し、ミュンヘン協定に反対する過数は共産主義に傾倒したが、1939年8月23日の独ソ不可侵条約の締結を機に、共産党と完全に縁を切り、ロマンドランの了解を得て、ユーロープ市の編集長を辞任した。一方、1 9 3二年から歴史的記念物、 視察官を務めていたカスは、1936年6月24日に、ジャンゼー国民教育、美術大臣官房の美術問題担当に任命され、エコールデ・ボザールの学長ジョルジュ・ユイスマンの下で重要な役割を担い、特に美術品の買い取りに関する政策策定や、文化予算の拡大に尽力した。1938年、リュクサンブルール近代美術館の学芸員補佐に、 任命され、以後、近代美術コレクションの収集、整備に取り組んだ。第二次大戦が勃発すると、国立美術館の所蔵品を地方の古城に保管することになった。過数は1940年2月に召集令状を受けたが、翌月、美術品をコンピエーニュ城に保管する任務に当たるよう命じられ、兵役を免除された。ついでルーブル工学庁のジャック・ジョジャールの命により、 パリ市学芸員に復帰し、元主任学芸員で、エコールデ・ボザール学長に就任した、ルイ・オートクールの推薦により、リュクサンブール近代美術館の主任学芸員に任命された。ところが、ビシー政権は、カスーが、サハの政治活動をしていたことを理由に解任。以後、タイドクレジスタンス活動に専念した。最初は、小説家、クロード・アブリーヌ、美術史家、 アニエス・ユン・ベールらと共に自由フランスに参加する、ロンドンの自由なフランス人に倣って、フランスの自由なフランス人と名付けた新聞を発行、配布した。同グループはやがて民族学者、人類学者のボリスビルで、アナトール・ルビツキーラを中心とする人類博物館グループに合併し、過数は作家のジャン・ポーラン、ジャン・ブランザと共に非合法のレジスタンス紙の発行を任せられた。 ピエール・ブロソレットと知り合い、ブロソレットも、また、人類博物館グループに参加した。ビルで、ルビツキーラが逮捕、処刑され、他のメンバーも次々と逮捕されると、過数は、家族が住むトゥールーズに逃れ、規定ウラジミール・ジャンケレビッチ、政治学者、カミー・ユスーラ社会学者、ジョルジュ・フリードマン、アンドレ・マルローの妻で作家のクララ・マルロー、政治家、レオ・アモン、 フランスに亡命したイタリア人作家シルビオ・トレンティンらと共にレジスタンス活動を再開し、ついでドイツ文学研究者ピエール・ベルトーのレジスタンスグループに参加した。1941年12月12日、ベルトーグループのメンバー全員が逮捕され、トゥールーズ刑務所に拘留された。拘留中、カスーは死を書き続け、1944年にジャンノワールの偽名で、 密かに書いた33のソネットを地下出版のシニア総書から発表した。序文は怒りのフランスワの偽名でアラゴンが書いている。ジャンカスー、トゥールーズにて1942年7月にカスーか二人のメンバーの裁判が行われ、敵国と結託し、国家の安全を脅かしたか角で禁錮一年の判決を受けた。ロデーブ刑務所もザック収容所、さらに サンシュル・ピスラポアント収容所に送られた。釈放後、再び非合法活動に専念した。統一レジスタンス運動の運営委員会により、視察官として南西部に派遣され、1944年4月14日に、軍事行動委員会により、トゥールーズ共和国委員に任命され、トゥールーズにおけるレジスタンスの統合と解放後の行政再構築の準備に取り組んだ。 同年8月、ドイツ軍の偵察隊に襲われ、意識不明の渋滞で入院し、ピエール・ベルトーが共和国委員の公認に任命された。カスーは、こうした功績により、シャルル・ド・ゴールが自由フランスの指導者として創設したコンパニオンドラ、リベラシオン勲章を授けられた。戦後、カスーは、国立近代美術館の主任学芸員に就任した。また、アラゴンの求めに応じて、 再び、ユーロープ氏の編集長に就任し、レジスタンス活動家を中心に結成された、全国作家委員会、全国知識人同盟の会長を歴任した。だが、これらの活動を主導し、レジスタンスで重要な役割を担った、共産党との関係は複雑であった。元ソ連共産党員で、米国に亡命したビクトル・クラフチェンコが1946年に、 私は自由を選んだを表し、スターリン政権下で行われた強制的な農業、国有化の実態やソ連の強制収容所の存在を暴露したとき、共産党は文芸史、フランス文学史、ルマニテ史等でこれを米朝法部の絶造であると非難し、クラフチェンコに名誉毀損で訴えられた。1949年に100名以上の承認を集め、 世紀の裁判と呼ばれたクラフチェンコ裁判で、過数はフランス文学史編集長のクロード・モルガンと、ルマニテ紙編集委員のアンドレ・ビュルムセルを擁護する証言をした。また、1948年にユーゴスラビア共産主義者同盟の指導者で首相のヨシップ・ブロズ・チトウがコミンホルムから追放され、指導主義者狩りが始まると、翌49年にユーゴスラビアを訪問し、 帰国後、死闘主義を擁護した。だが、同年、ハンガリー共産党のライクラスローが死刑判決を受け、処刑されたのを機に、スターリニズムときっぱり決別し、ユーロープ紙編集長を辞任した。過数はこの経緯について、エスプリ氏に革命と真実と題する記事を発表し、共産主義を批判した。主観エマニュエル・ムーニエは、この号の見出しを、 民衆を裏切ってはならないとした。これに対して、共産党、特にアンドレビュール・ムセルは、カスは、アメリカ側についたと非難した。カスは、クロード・アブリーヌ、ルイ・マルタン・ショフィエ、ベルコールと共に、自由の声を出版し、スターリニズムは、異端神門と、禁書目録の機構を有するかつての、カトリック教会と同様であると批判した。1950年には、マルタン・ショフィエ、 アンドレ・シャンソン、ベルコール、ルネアル・コスも、ユーロープ氏を辞任し、過数は全国知識人同盟を脱退した。1950年代には政治から一定の距離を置き、展覧会の準備に奔走する一方、再燃する反ユダヤ主義や人種主義に反対し、アルジェリア戦争の継続に反対する行動委員会に参加し、アルジェリアでのフランス軍の拷問を求断した。 1965年の大統領選挙では、フランソワ・ミッテランを支持した。また、ジョルジュ・ポンピル大統領が、大独協力で人道に対する罪に問われたポール、トゥビエニオン社を与えた時には、これを厳しく非難した。1965年、国立近代美術館の主任学芸員を辞任し、高等研究実習院第6部門の研究主任に任命され、 芸術社会学を教えた。1970年7月、大刊。1986年1月16日、パリで死去、去年88歳。その他、エウヘニオドルス、ラモンペレスデアやら、ロペデベガなどの著書。ありがとうございます。